クヨです。葵だぜ。ねえねえ、葵の知恵を借りたいんだけど。何があったんだ？さっきいつも使っている通販サイトからショートメールが来てて問題が起きたから。URL から個人情報を入力してって来ていたのよ。それは典型的な詐欺メールの内容だな。私も怪しいとは思ったんだけど、いまいち確信できなくて、万が一のことを考えて悩んでいたのよ。詐欺メールっていうと昔は芸能人を語ったり明らかに怪しいものが多かったが、最近は巧妙なものも増えているから見分けられないのも仕方ないと思うぜ。こういう偽物をどうにかして見分ける方法とかないの？よし、それじゃあ今回はネットにはびこる詐欺サイトの特徴を紹介するぜ。みんなも怪しい URL にはうかつにアクセスしないようにね。まずはあまり必要はないとは思うが、詐欺サイトというのが具体的にどんなものを指すのかイメージの共有だけ言っておこう。偽物のサイトを使って個人情報とか奪い取るサイトのことでしょ？よく言うフィッシング詐欺ってやつかしら？そうだな。フィッシング詐欺はこの手の騙し方で一番代表的なものだ。手順としてはクレジットカード会社や銀行、ショッピングサイトなどの企業を装った電子メールを送って、記載されている URL を開かせる。そして本物そっくりに作った偽物のサイト上で、アカウント情報やクレジットカード番号などを入力させて奪い取るというものだな。今の時代は誰でもネットを使っているだけあって、この手の事件の話と注意喚起は定期的にニュースで報道されているわね。そうだな。今は使いこなせるかどうかに関係なく、お年寄りでもスマホやネットが使えないと、まともに生活ができない時代になってきている。そこを狙って騙す手口というのはここ数年で激増しているんだ。景気の良い時代から働き続けて年金を十分にもらっているお年寄りなら、下手な働き盛りな世代よりも何倍もお金持っているしね。ちなみにステイホームをしていた2020年上半期と下半期だけで被害の件数は2倍に増えていて、そこからさらに拡大して2020年上半期と2022年上半期を比べるとなんと約7倍にもなっているんだ。2年で7倍、とんでもないわね。これはおそらくみんなが家から出られなくなってAmazonなどのネット通販を大量に使うことになったからだな。そういえば一時期はAmazonとか配送業者を装ったメールについて毎日のようにニュースでやっていたわ。こんな感じの SMS が1日1回レベルで届いていたな。これ私も最初はめっちゃ驚いたわ。食料品とかもAmazonで買っていた時期だから。アカウントが停止なんてなったら本当に困るからね。確かこの時もツクヨが不用意にアクセスしようとしていたのを私が止めたんだったな。あの時は本当に助かったわ。これ以外にも運送業者から未配送の商品を預かっていますとか、いろいろなバリエーションがあったな。こうしたフィッシング系は、もしも騙されたとしても被害額の多くは小さめで 70% 以上が、1万から10万円だと言われている。しかし一方で大金が結びついていたアカウントでは700万円以上の被害も出たことがあるんだ。ちょっとした偽物のサイトに繋いで情報を入れただけで数百万円も取られてしまうなんて恐ろしいわ。そして最近では騙す側の手口もどんどん巧妙になっていて、詐欺の種類だけでもフィッシング、スミッシング、ワンクリック、ネット広告などいろいろなものが登場している。今回の動画では悪人の作った偽物サイトを少しでも見極める方法を紹介していこうと思うぜ。よろしくお願いするわ。こうしたフィッシング系のメールが来た時に一番最初に見てほしいのは記載されているサイトの URL だ。海外の適当な業者がやっているような脇の甘い手口だったら、ここを見ただけで、一瞬で偽物だと見極めることができる。URL ってインターネット見ている時に上に出てる英語がいっぱい並んでるやつのことよね。あれを見て何がわかるの？ URL は何も知らない人が見たらあまり意味のない羅列に思えるかもしれないが、本当のところは、ウェブサイトの名前や住所を表していて全体がしっかりと意味のあるものなんだ。Amazon のサイトには URL に Amazon って文字が入っていたりするわよね。ただそれに対して偽物サイトの URL は絶対にどこかしらにおかしな部分があるから、よく見ていればすぐに偽物のサイトと判別がつくんだ。一番簡単なのはランダム生成で作られた URL だな。ランダム生成？これは爪の甘い業者だったり、とにかく大量にサイトを作って数打てば当たるでやっているような業者が URL を考える手間を惜しんで作ったものだ。ランダム生成というだけあって文字列は、本当に最初から最後まで意味のない羅列になっているから判別がしやすい。ちゃんとした企業の URL だったら前半の方に絶対に会社名とか入っているもんね。次が短縮 URL だ。短縮 URL？ さっきも言ったが URL とはウェブサイトの住所なんだ。そしてサイトのトップページから、どんどん深いところに進んでいくほどに住所は複雑で長いものになっていく。
トップページが東京都新宿区だったとして、そこから歌舞伎町丸丁目の丸番地みたいになっていく感じね。そうして長くなった URL も別に何も利用するのに問題はないんだが、例えば誰かに URL を教えるためにメッセージに貼り付けて送るとなると長すぎて見づらくなってしまうんだ。私も経験あるわ。そんな時に相手に見やすいように長い URL を短縮してくれるサービスというのがあるんだ。へえ、そんな便利なものがあるのね。偽物のサイトを作った業者には、そのままの長くて以下にも怪しい URL を短縮させてごまかしてくるのがいるんだ。その短縮 URL っていうのは見ればわかるの？そうだな。短縮 URL は本当に短いものでよく使われるのは、こういう感じになっているものだな。確かにこれ見たことあるわ。URL に記載されている会社名というのは企業にとって本人確認みたいなものだ。だからよっぽどのことがなければ大企業が短縮 URL を使って、メッセージを送ってくることなんてありえないんだ。じゃあ、その短縮 URL だった時点で偽物って考えていいのね。まあ本当に不安だったら会社のカスタマーセンターとかに電話で確認してみてみるのが一番良いと思うぜ。結局はそれよね。次は会社やサービスの名前の一部が似た文字に書き換えられているものだ。URL は基本的に自分の好きなように名前を付けることができるが、大企業がすでに使っているものは使えなかったり何かしらのトラブルに巻き込まれかねない。でも悪質な業者は積極的に偽物にしていくと。そういうことだ。例えば Amazon の場合には ZOS に変えて Amazon にしたり、OA に変えて Amazon にしたりと一目見ただけでは見落としてしまいそうな、微妙な違いを入れてくるんだ。これはちゃんと見てないと見逃しちゃいそう。他にも文字はしっかりと Amazon になってはいても途中にドットやハイフンが入っていて、Amazon などになっているのも偽物だから注意だぜ。世界一楽しくない間違い探し。このあたりがあまり知識などがない人でも簡単に見分けることができる方法だな。フォルダにあった迷惑メールは、ほとんどこの方法で怪しいのは見分けられそうだわ。次はドメインの話だ。ドメインって URL の最後にあるやつのことだっけ？ああ、ドメインっていうのは URL の最後に記載されている .com、.jp、.net のことだ。ここからも怪しいサイトがわかるの？ああ、このドメインというのは取得できる国や条件などが決まっている。.jp なんかは日本固有のドメインなんだ。じゃあ外国の業者が作った偽サイトだと変なドメインになっているってこと？そういうことだ。例えば .xyz なんかは中国のドメインだったり .cn や .shop、.ci などは怪しいドメインの代表的なものになっている。これらのサイトが全ていけないわけではないがアクセスするときは注意した方がいいぜ。覚えることが多くなってきたわね。最後は少し難しくなって URL の頭についている HTTP と HTTPS の違いだ。これって何か違いがあるの？ HTTP と HTTPS は簡単に言うとセキュリティのレベルに違いがある。HTTPS の方の URL は、SSL 化というセキュリティ対策が安全性の高いウェブサイトなんだ。SSL 化って何？ SSL 化がされたサイトではウェブサイト内で入力した情報が暗号化といって別の文字列に置き換えられて伝えられる。これによってウェブサイトがハッキングを受けたりウェブサイトを運営しているのが悪意ある人間でも入力した情報がすぐに悪用されることがなくなるんだ。そういえば少し前に投稿した無料 Wi-Fi の危険性を話した動画でも言っていたわね。よく覚えていたな。その時にも外出時にホテルなどの無料 Wi-Fi を使う時には VPN サービスを使って個人情報を暗号化することでセキュリティ対策になると話したぜ。じゃあセキュリティ対策がされていない HTTP のサイトにはアクセスしてはいけないってこと？まあ平たく言うとそういうことになるな。大手の会社が扱っているウェブサイトは、今の時代は必ずと言って良いほど SSL 化されている。ショッピングサイトなど多くの人が個人情報を入力するサイトは特に徹底しているだろう。なるほど。よくインターネットを使っていてこのサイトは安全ではありませんという、表示が出てくることがあるだろう。あれも SSL 化されていないサイトに対して警告を出してくれている場合が多いんだ。そうだったのね。いつも使っているサイトでも出るから気になってたのよ。ただ SSL 化されていないサイトの全てが危険というわけではない。本当に昔に個人で作られたサイトでは、単純に面倒で忘れているということもあるんだ。結局のところ SSL 化されていないサイトでは、個人情報を入力するのはやめておくことだけ徹底しておけば大きな問題にはならないだろう。結局のところどこを見て怪しいか確認すればいいのかしら？ちょっとわからなくなってきたわ。まとめると正しい会社の名前が入っているか、短縮 URL ではないか。一番最初が HTTPS で安全性の高いサイトか、一番後ろのドメインがおかしなものではないか。
って感じだな。これらをなんとなく頭に残しながら怪しいメールが来た時は複合的に判断してみてくれ。とりあえずやってみるわ。URL について説明したから次は会社情報について話そう。会社情報？さっきのはフィッシングメールなどに記載されたウェブサイトにアクセスする前に怪しいかを判断する方法だったが、次はネットサーフィンをしている時に見つけた通販サイトなどが安全なのか確認する方法だ。確かに詐欺メールと違ってネットサーフィン中に変なサイトに繋いでしまうのは回避できないもんね。そういった時に確認してほしいのはネットショッピングサイトの会社の情報だ。会社の情報を見ると怪しいかどうかわかるの？まず最初に偽物のショッピングサイトでは会社の電話番号が書かれていないことが多い。これは会社自体がまともな状態で存在していない偽物で。でもそれだと安全面の問題で買い物をする人がいなくなるからでっち上げているんだ。まあ個人でやっている通販サイトなんて怖すぎるもんね。他にも代表者の名前や住所なんかも判断するための材料になる。このサイトが少し不安だなと思ったら、会社情報に書かれている電話番号や住所を Google や Google マップで調べてみるといいぜ。調べると何がわかるの？しっかりと会社の名前が入っているビルなどが出た場合には会社が存在していることになる。でも何も関係ないビルや住宅街だった場合には会社自体が偽物であることからサイトを使っていけないことがわかるぜ。 Google マップとかまで改ざんすることはできないもんね。また問い合わせ方法がフリーのメールアドレスや入力フォームだけのサイトも危険だ。なんで？問い合わせ先がないサイトよりも安全じゃない？そういうつくよみたいな注意力はあっても細かな手口までは把握していない相手のは名なんだ。おそらくそのサイトに載っているアドレスやフォームに連絡をしても問い合わせに関する回答が戻ってくることはないだろう。もしも戻ってきたとしてもとても返信が遅かったり、対応が悪かったり、最悪は日本語すら不自由かもしれないぜ。それって安心させるためだけに問い合わせ先を用意しているってこと？そういうことだぜ。そもそも日本では特定商取引法という法律があって、販売業者、代表者氏名、住所、電話番号を記載することが義務付けられている。だから、会社の概要にこれらの一つでもなかったり、そもそも会社の概要がないようなサイトは、絶対に騙そうとする目的の偽物サイトだぜ。そんなサイトで個人情報を打ち込んでしまったら結果が目に見えているわね。次は掲載している商品についてだ。詐欺商品じゃないかどうかってこと？まあ、そういうことだ。これもいろいろな種類があるから何から話していくか迷うんだが、つくよはスマホ服用で月30万円稼ぎましたみたいな、無駄に縦に長いサイトを最後まで読んで登録とかしてないよな。と、当然じゃない。まず大前提として、こういった明らかに偽物だとわかるものは見極められる能力は持っていてくれないと私がいくら解説をしたところで意味がなくなってしまう。あとは少し前に紹介をした怪しげな中国の通販サイトテムのように、他店舗に比べて異常な安売りをしているところだな。テムの動画でも話したけれど、あそこまで安売りできるのは経営母体が大きいからだもんね。普通の企業がやったら即赤字からの倒産だわ。あれだけ明らかに怪しい安さをしながら本当に商品が届くテムが異常なだけで、他の怪しいサイトにクレカ情報を入力したり入金してしまったら、商品も届かずに騙し取られて終わりだろう。まあ届いたところで絶対に使い道ないものだろうけどね。だから今回は怪しいサイトに使われている文言について軽く紹介をしておこう。サイトに使われている文言って？例えばちょっと怪しいなって思うサイトとかって必ずと言っていいほどタイムセールとか、今だけ %オフとか書いてあったりしないか？サイトによっては変なタイマーがあって妙にせかされたりすることもあるわよね。こういった期間限定を強調して購入を急がせたり、過剰な割引をしたりというのは、しっかりとマーケティングの手法にうまく乗っ取った方法なんだ。どういうこと？マーケティングやセールスの世界では商品に使う文言などを工夫することで、客の購買意欲を格段に促進させる方法というのが確立されている。特に大事だと言われるのが専門性、信頼性、希少性の3つだ。この3つを意識するだけで一気に売り上げが変わるの？その他に親近感などもあるが、特に大事なのは今言った3つかな。一つ目の専門性は、販売している商品についての専門的な知識を披露することだ。専門的な知識を披露すると売り上げが上がるの？正確には専門的っぽい雰囲気の文言を並べることだな。例えばダイエット商品が販売されていたとして、12期間で 5kg 痩せた話題の商品ってだけよりも、この商品の中にはカナダ産の植物が使われていて、食べることでアセトアルデヒドが脂肪を分解してくれる。ってちょっと細かく小難しい説明がある方が買ってしまう気がしないか？確かに、
アセトアルデヒドが何かも分解する原理もわからないけど、そういうのがあるんだって納得して買っちゃうかもしれないわ。ちなみにアセトアルデヒドはエタノールの代謝で生まれる二日酔いなどの原因となる物質で、痩せることには何の関係もない。でも医療の知識がない人間が見たら、物質の名前や効果なんてわからないのになぜか納得や信頼をしてしまうのが人間なんだ。とにかく小難しいことを書いて無理やり納得させるってことね。次が信頼性。これは専門性との複合的な部分であり、権威性と合わせて語られることがある。権威性っていうのは何なの？権威性とは名前や肩書きにある相手を納得させる力のことだな。先ほどのダイエット商品で言うと、とてもデタラメな医療的知識で絶対にありえないと思うようなことを書きまくって、その横に実在する医者の名前や顔写真を載せておくんだ。そうすると何が変わるの？この医者の名前や写真を見た人たちは怪しいけど、お医者さんが言っているならと無理やりに納得してしまうんだ。名前とか書くだけでそんなに変わるもの？名前の説得力というのはとても大きな要素だぜ。例えばつくよが今まで読んだことない村上春樹の小説を読んだとするだろ。でもそれがあまり面白くなかったらどう思う？え、普通につまらないとか自分には合わないってだけじゃない？それ以外にも自分の頭が悪いから理解できないだけとか思うんじゃないか？それはあるわね。普段から本は読まないから伏線見逃しちゃったのかなとか。でもそれがただの大学生が書いた小説だって言われたら、つまらないってところで、感想は終わっていたと思うぜ。そして逆にどんなダサくでも村上春樹が書いたと言われれば名作だと思ってしまう。なるほど。それが権威性とか名前の説得力ってことね。そういうことだ。権威性はうまく使えばそれだけで簡単に文句や疑問を黙らせるだけの力を持っているんだぜ。日常の中でも気がつかないうちに権威性に流されていることがあるかもね。三つ目は希少性または緊急性についてだ。これはみんなも一番わかりやすく体験しているだろう。期間限定とか言われると買う予定がなかったものでもついつい買っちゃうわ。人はもう今を逃したら手に入らないかもって思うと、心理的にとても焦りを覚える生き物だからな。実際、大概の場合は無理のない範囲で買った方がストレスもなくなって精神衛生的にも良いと思うぜ。まあ、それが詐欺サイトじゃなかったらの場合だけどね。そんな感じで掲載商品や商品の詳細などを読んでおくと、騙そうとしているかを判別できるかもな。他にも自動翻訳を使った怪しい日本語とか使われているとわかりやすく怪しい商品なのがわかるわよね。次に注目してほしいのは決済方法についてだ。決済方法でも怪しいサイトがわかるの？これは本当に単純なもので、決済方法の種類が少なく、クレジットカードや銀行振込を強要してくるサイトは危険だと思ってくれていればいいぜ。それって個人情報が必要な支払い方法だけ指定しているっていうのがおかしいってことでいいの？その通りだ。これが正規のショッピングサイトなら、他にもコンビニ支払いとか代引き払いとか必要以上に個人情報を入れないでいい方法も完備されている。てか、まっとうに良い商品を売ってる店ならクレカとか口座を持っていない学生向けの方法も用意していた方が売り上げ上がるもんね。他にも銀行での振り込み指定先が外国宛てだったり、個人名の場合にも注意が必要だ。しっかりとした法人サイトなら、振り込み先を個人名にすることなんて絶対にないからな。銀行の振り込み先の名前の確認ね。覚えたわ。一通り注意するべきポイントを教えたところで、最近増えている事例についていくつか紹介しよう。最初の方に話したアマゾンのメールみたいなものね。2024年になって一気に増えてきているのは、国税庁を装った還付金の詐欺のメールだ。還付金って何？還付金とは、我々が毎年払っていた所得税の金額が、実際に支払う必要がある金額よりも多かった時に余分に払った金額を返還してくれるという制度だ。この制度が詐欺に利用されているの？ああ、ある日メールや SMS で高額の還付金が発生したから記載されているリンクに飛んで、振込先の口座を登録してくれと言われる。その金額が3万円とか5万円とか。絶妙に逃すのは惜しいけど、疑うほどでもないぐらいなんだ。それで騙されてリンクに飛んで個人情報を入れてしまうのね。また逆に重要滞納した税金がございます、税務署などと言って税金の支払いを催促してくるパターンもある。先ほどの還付金と違って、こちらは滞納が続いていると最終的に差し押さえが行われるとか、物騒なことが書いてあって引っかかってしまう人も多いみたいだぜ。税務署とか国税局とか名前を出されたら一気に怖いわ。またこういった手口に引っかかる人が増えた背景には、マイナンバーカードの普及が関係している。マイナンバーカード？最近はマイナンバーカードをログインに使用する e-tax サービスが普通になってきているだろう。だから還付金とか滞納金のやり取りをするのを、ネット越しのメールだけで終わらせてしまっても
違和感を覚えない人が増えているんだ。本当に支払いが発生しているならメールと同時ぐらいに封筒が届いてもいいわよね。しかも社会人なら平日に税務署などに行くのは難しく、できることならネットのやり取りで簡単に終わらせたいと思う人が多い。そこをうまくついた手口だぜ。便利になるのは良いけれど、今の時代だとかえってアナログの方がセキュリティが強いんじゃないかって逆転現象が起きてるわね。また2023年の終わりからは三菱 UFJ 銀行を装った偽サイトへの誘導も多発しているらしい。こちらではあなたの口座が何者かによって不正アクセスを受けた可能性があり、一時的に取引ができない状態にあります。取引の再開のためには下記のリンクから口座情報の再確認をお願いしますなどの文言が書かれているぜ。これもかなり怖いわね。口座が不正アクセスされたっていうのも怖いし、口座からお金が引き出せないのも大変だから、とにかくアクセスしちゃいそう。そうして冷静さを奪うことが相手の目的だからな。問題が起きた時こそ一度深呼吸だぜ。家族に一度話してみるのも良い方法ね。ここまで偽サイトについて解説をしてきたが、最後に対策と一番の裏技を紹介しよう。おお、裏技。まず先にもしも偽サイトにアクセスしてしまったり、情報を入力してしまった時の対処法だ。やはりサイトにするべきは、入力した ID やパスワードを変更すること。クレジットカードならカード会社に連絡をして利用停止や番号変更手続きをしよう。パスワードを変えちゃえば相手も勝手にお金を引き出したりできなくなるもんね。そして可能なら警察や国民生活センターに通報だ。警察に通報って大切なのはわかっているけど、一般人にはハードル高いのよね。本当に詐欺サイトかどうかもわからないし、別に電話で110番をする必要はない。現代は警察のホームページに行けば通報フォームというものがあって、ちょっとした疑いぐらいのことでも気軽に通報して調べてもらうことができる。電話で話すのが苦手な人でも、ゆっくりと文章を書く時間があればうまく伝えられると思うぜ。確かにそれなら私でもできそうだわ。そして待ちに待った裏技の紹介だ。待ってました。これは何よりも単純で簡単。セキュアールというサイトを使うだけだぜ。セキュアール？これは不審な URL の安全性を調べてくれるという無料のサービスだ。そんな便利なものがあるの？メールなどに書かれている URL をコピーして、このサイトの一番上にある入力欄にコピーする。そしてチェックボタンを押すとサイトの安全性を調べてくれるぜ。使い方もめっちゃ簡単ね。これだけでリンク先のページにウイルスがいないかどうかと、ネットに散らばっている情報などから詐欺サイトかどうかも総合的に判断をしてくれる。これを使うだけでほとんどの詐欺サイトを回避できそうね。またこのサイトにはもう一つ嬉しい機能があるんだ。動画を見ている人の中には偽物のサイトをうまく回避できても、どうしても URL の先がどうなっているのか気になってしまう人がいるんじゃないか。めっちゃわかる。これ詐欺だから押したらダメなのに覗いてみたいっていう欲求が抑えられないのよね。なんとこのサイトでは危険だと言われて、繋いではいけないサイトの中身を安全に覗くことができるんだ。そんなことして大丈夫なの？ウイルスに感染されたりしない？この時に使うのは仮想ブラウザという機能で、あくまでも私たちが覗くのは危険なサイトのとても精巧な模型なんだ。模型だからいくら中身を覗いていてもウイルスに感染することはないぜ。何から何まで便利すぎるサイトね。このセキュアールに加えて ste.jp というサイトも合わせて利用するのをおすすめするぜ。それはどんなサービスなの？ ste.jp は使い捨てる専用のアドレスを一時的に貸してくれるサービスだ。使い捨てのアドレスを借りてどうするの？自分が使いたいサービスが何か怪しいと思った時に、ここで作った ste アドでまずは登録してみるんだ。このアドレスは24時間でなくなってしまうけど、変なサイトに登録して大量に迷惑メールが届いてしまうなどの被害を身代わりを使って逃れることができる。そんな使い方ができるのね。まあ、これは仮想ブラウザみたいにセキュリティ的な対策ではないから、サイト自体は安全なことを確認してからやる方法だな。今の時代はいろいろな手口が増えているけど、その分だけ私たちを守ってくれるサービスも増えているのがよくわかったわ。ということで、今回はネットにはびこる詐欺サイトの特徴を紹介したぜ。どうだった？今まで怪しいサイトかどうか感覚で判断していたけど、URL とか会社情報とか具体的な見分け方を聞くことができてよかったわ。特に最後のセキュアールはとても役に立ちそう。最近の偽物サイトは本当に本物そっくりのものが多くて、サイトの外観から見抜くのは難しい。基本的には普段から受信していないアドレスや SMS から送られてきた URL には繋がないのが良いと思うぜ。みんなも一緒に自衛していきましょ。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。